それでは今日の問題を解いていきたいと思います。今日の問題は文章題として小学校6年生向けの難易度の高い問題として紹介されていた算数クイズのようなものです。かなりよくできた問題なので解いてみたいと思います。それでは解いていきましょう。まず問題文を確認していきたいと思います。ジュース1本が120円で1本に1枚券がついてくる。券8枚でジュース1本と交換できる。交換したジュースにも券がついてくる。300本のジュースを買うとすると安くていくらになるか。これなんとなく日本語が少し変なんですけれども、300本手に入れるための一番安い方法ということ、一番安く買うための手順と言ったらいいんでしょうか。そういうことを考えて、その一番安い値段を答えるということかなというふうに想像して問題を解いてみています。この問題、一番支払う金額を少なくするというふうに考えると、いかにジュースを券でたくさんもらうかということがポイントになってきます。ジュースは有料のジュースと無料のジュースがあり、合計が300本になるということと、券をいかに効率よく使うかということを検討するのが問題のポイントなので、それが分かるようにまず図にまとめてみたいと思います。まずはじめはお金を支払ってジュースを必ず8本買う必要があります。8本のジュースを購入すると券を8枚もらうことができます。これによって無料のジュースを1本もらうことができるという手順になるわけです。無料のジュースを1本もらうと、無料のジュースにも券がついてくるので、この状態で券がまた1枚もらえるということが、この話を少し複雑にさせている部分だと思います。次に最短で無料のジュースをもらうにはどうすればいいかというと、7本有料のジュースを買って7枚の券をもらうということをします。こうすることによってすでにもらった券の枚数が8枚になっているので、
また新しい無料のジュースをもらうことができるんですね。ちょっと表の一番右に行を1行増やして、券の出入りの枚数みたいなことをちょっときちんと書いておきたいと思います。8枚支払って1枚もらう、ここで7枚もらって無料のジュースを8枚の券で交換して1本もらうという手順を取っていくわけです。ここから先は7本買って無料のジュースでもらった1枚の分の券と合わせて8枚の券で1本の無料のジュースをもらうということをずっと繰り返していくので、同じ手順を繰り返していくことになります。これをもとにちょっと一体何回どういう操作をすれば300本に近づくのかということをちょっと考えていきたいと思います。ジュースの本数は順を追って考えていくと、最初は有料のジュースを8本、次のこの2番目のターンのところでは無料のジュース1本の後に有料のジュース7本ということで、実際にジュースとしては8本受け取っているわけです。これをずっと繰り返していくので、毎回8本ずつジュースが増えていくということは間違いがないので、実際に300を8で割ってあげると一体何回になるかということを考えてみればいいわけです。ちょっと最後に金額の計算のことがあるので、ちょっと分けて考えるんですけれども、最初は8本、次のターンでは1本の無料と7本の有料ということで、この買い方でそれぞれ8本は1回きりですけれども、1本プラス7本というこの無料と有料が混じってるのか何回になるのかということをちょっと調べていきます。これは単純に300を8で割ればよくて、答えは37、実際には37回で4本の余りが出るということがわかると思います。これ8本が1回で、1本プラス7本というこの組み合わせを37回ですから36回行うということで、この、ここまでの本数の合計が296本になるわけです。ここから間違わないようにしなくてはいけないのは、最後の4本のところの終端のところをよく考える必要があるということなんですけれども、ちょっとここまでもうすでにいくらかかったかをちょっと考えてみたいと思います。120円を8本と、7本という状態を120円で購入して、さらに36回これを繰り返すということで、これの合計がいくらになるかをちょっとまずはじめに計算しておきたいと思います。8×120 は
960だというふうにすぐわかるわけなんですけれども、 7×120×36 というのは結構計算するのが大変で、まあ、7×120 は840ということがすぐわかるので、 840×36 ということで3240というふうな数字が出てきます。これを合計して、これ31300って書いてますけれども、これ後で計算間違い書き直すんですけれども、31200円になっています。最後の、4本、ここまで296本手元にジュースを所有しているので、残りの4本というところがどういう風になるかということを改めて書いてみたいと思います。38回目のターンということですね。37回目のターンが終わった時にどういう状態で終わるかというと、無料のジュースで交換した券1枚に有料のジュース7本購入して8本にした状態、この状態の8枚券がたまった状態というところで37回目が終わるわけです。したがって38回目の時は1本無料のジュースをもらって1枚券をもらうというところからスタートするわけです。したがって足りないのは4本ですので、有料のジュースを3本買ったところで300本になるわけです。このように残りの4本の内訳は、無料のジュースが1本、有料のジュースが3本というふうになって、120円×3本ということで360円が追加でお金がかかるわけです。ここでさっきの計算が間違っていたことに気づいて修正したわけですけれども、この、37回目までの、使ったお金31200円に最後の4本を追加するためにかかったお金360円を足すと総額が分かって31560円ということになるわけです。これが300本を入手するためにかかる最も少ない金額ということになります。いかがでしょうか。無事に解けたのではないかと思います。とてもよくできた問題で、最初と中間と最後の手順を間違わずによく慎重に考える必要があるというとても素晴らしい問題だと思います。特に最後の4本のところは間違ってしまいがちなので気をつけてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。